永井玲水曜の哲学者たち哲学者の永井玲さんがささやかな哲学的問いをリスナー部員のあなたと一緒にもやもや考えていくお時間です今日もリスナーさんからのメッセージですね、はい、日野市にお住まいのラジオネームカレーライスは食べ物ですさんからいただきましたありがとうございますいつも送ってくださいますね <laughs> 旅行して自宅に帰ってくるとやっぱり家が一番だわ というのはなぜでしょうか。<laughs> それだけのメールをね毎回いつも送ってくださるんですよね。うんうん、カレーライス食べ物さんですがこう問いだけを送ってくださる。カレーライスは食べ物だよな <laughs> 確かにな。<laughs> ここではねあの問いを持たずに言い切ってらっしゃる <laughs> <laughs> 素敵ですよねありがとうございますいい問いですよね、うん、やっぱり家が一番だわっていうのが。 ね、なんかこうよく言われるけれどもそれって何を意味しているのかっていうのをちょっと考えてみたいんですけど、はい、お二人はどこか遠くとか旅行行かれてあ家が一番だねって言った経験はありますありますありますねますそれはもうだって大体定番でしょう、やっぱ、うんね、言っとかないと言っとかないと一言言っとくかみたいな <laughs> 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 その時何を思ってますか、ね、西川さんは？いや あの私そのやっぱりというよりも基本的に家が一番なんですよ、うん、だから旅行に行かなくても家が一番だし確かになるほどあのどこにいても家が一番スーパーにいても家が一番だと思ってますし実は今も今もう家が一番,が一番スタジオは2番 2> なるほど家が一番スタジオ2番,オ2番 2> アナウンス室がアナウンサー室が3番だからやっぱりっていうところがね どうなのかなと思いますけど、せつ派です。おお、磯さんは。僕はやっぱり、あ、まあだからそのやっぱりって結局慣れてるよねってことだと思うよね。うん,うんうん。そうだ気使わなくていいというかさ、あ,<ー>あのホテルとかでそ外で泊まったりすると、まあほら例えば旅館とかも含めてさ、上げ膳下膳でいやなんか気使わなくていいなと思うけど、うん、逆に慣れない環境って、うん、適応するに時間かかりますもんね。 あその時今お二人の話聞いて気になったのはやっぱり家が一番の後に続く言葉って何ですか一番何楽だよね楽だよねね、うん、居心地がいいよ、ねかね、とかその場所ランキングで1位だな居場所ランキング1位だなじゃないですかこれそうですよだからこれはねやっぱ慣れてるところって大事だなってことじゃないですか。 それね面白いなと思ったのは例えば旅行行くのって新しさを求めに行くとか非日常を求めに行くわけじゃないですか。うん、とかドキドキ安心している毎日がある中でドキドキを求めに行くっていうことをしていてで帰ってきてやっぱり家が一番安心するなってそりゃそうじゃんみたいなだってドキドキを求めに行ってんだから<ー>とも言えるとなると何を確認してるんですかね 安心する場所を確認するためにドキドキしに行ってるみたいなことも言える。あ,あ,あ日常に戻ってきたねっていう話なんじゃないですか。あ、日,日常からね、うん。そうそうそう,そう。多分これオズの魔法使いてこの言葉出てきたと思うんですよ。うん、だからその冒険語にいう言葉なのかなと思って、そう考えると旅行とかも冒険ですよね。そうですよね。この観光地に行きたいと。そうそうだから観光ってはそういうもんじゃないですか。うんうん、スーパーも。 ある意味とは冒険とな冒険すんだ <laughs>、ね、よく思うのが最近ってよくこうデジタルデ,コデトックスとか保管すみたいな<ー>どっかに宿泊に行って何もしないを楽しもうみたいな動きもあったりするじゃないですかはい、はい、そういうことしてもやっぱり家が一番って思うのかなって気になりますね。えー、思うのかなそれだったらその旅行ホテルの部屋が一番だなってなるのかな うんで、そのまた同時になんか気になってきたのは、うん、その家が一番だなって言ってる時にまあ、安心だな。とか楽だなって言うんですけど、うん、家のどの部分に売ってるんですかね？今、西川さんの保管室の例を聞いて思ったけど。あー、でも大体旅行の定番は、はい、帰ってくるのって夜じゃないですか？ まあよっぽどなんか中途半端なさ海外旅行とかに行ってすげえ安いと早朝に帰ってくるとかだったら話は別だけどでもいずれにしても疲れてるわいますよね移動後っ,ってことは一番だよねは多分なんかこう布団とかそういうのにちょっと一休みするみたいなのが定番でしょ大体旅行の後はすぐ寝るでしょ。<か>準備を整えしてさ これやっぱりなんか家のベッドで寝るのが一番だよねとか家の布団で寝るのが一番だよねがやっぱり隠れてるんじゃないかと思わなくはないんですがねおー我々は家に帰ってきて一番ホッほっとするのは布団を見た時というか休むが想定されている時に言ってるそそベッドソファーのほかにトイレもそうかもあ<ー>だって自分の家のトイレが一番なんかお,お尻に馴染んでるというかであも慣れだよな。<laughs> うん <laughs> 慣れはやっぱり大事だと思うね。やっぱりなんかちょっとほらホテルとか旅館はとかもさ、なんか泊まるところが変わるとさ、ほらよくベッド変わると寝れないみたいな人もいるじゃん。はい,はい,はい,はい。だあれ当たってると思うよ。やっぱりあと妙に早起きになる。うん、旅先は、うん、旅先テンションがえーしゃーっとか言って。 明日なんか朝からっは早起きしちゃうついついん。あか確かにその使っているものっていうのも違うけれども同時に生活リズムも変わるるっっていうのは本当おっしゃる通りですよね旅行中っていうのは体の動き方とか時間の使い方も全然違うからその分ストレスがかかるけど家に戻ると家の時間の流れ方があるからそこが懐かしくまたホッとするみたいな感じなんですかね。うん 井さんご,ご自宅じゃなくてご実家に帰られてやっぱり家が一番だなって思いますかい、まあ、ないですよねそうでしょそういうもんじゃないですかだってそうするとほら自宅に帰ってきたらどうですか今の自宅自宅は思うかもやっぱその時の時住んでるところが一番なんだあでも実家に住んでる時はいつもなんか漠然とどっかに帰りたいなって思ってたかも、はい、また別のはい、うん なんかうち実家がなんか白くて全部 <laughs> なんか落ち着か。<laughs> <laughs> なんですよねじゃあ今黒いんですか黒い。そなわけじゃないけどあ,あとなんかすごい実家壁とか触っちゃいけない実家だったからなんか厳しい実家怖っ怖っそれはちょっとえー、みたいな長いんちの壁は触っちゃいけないみたいなね友達でも共有されててあの汚れちゃうからね白いからいいもでもそういうルールが今の自,分自宅だと俺流でいいっていうのもありますよね、うん、あるよねああ好き勝手トイレドア開けてトイレしていいとか なんだったら地べたでちょっと食べてもいいとかがあるからそこに安らいでるのかだって結局さなんかね寝るとやっぱり結局さ寝る時間とかの寝具とかも慣れてるものにが一番っていう感覚は、うん、やっぱ結構僕はわかるっいやめっちんですよね。うんうん、でだからやっぱそうすると旅行だとどうしてもね 慣れ,なれるたぐらいに終わるみたいな感じなんでどんな長くてもさ、ね、家のシーツは自分のものだって思うけどホテルのシーツは借り物だって思いますよね,ね思いますねだそこでなんかすげえリラックスできるかっつうと別に、えー、まあリラックスを求めに行ってるわけじゃないとも,もう言えるしね,、うん、ね日常を、ね、求めてるわけだからでそうなるとこう慣れるってどういうことなんでしょうね回数を重ねてるっていうことなのかなあそうでしょう回数と時間 を共有してるっていうこと、うん、体験を共有してるとか、うん、その布団と寝るという行為をなんか共有してるみたいなことなんですかね <laughs> 経験だよね経験数かもしれないですねでもそれはほら、あのこういう空間も一緒じゃないですかスタジオのさ、なんか最初に比べればだいぶ慣れ感は出てくるじゃないですかはい、はい、このね水曜日のメンバーで集まるのも,もこ,ここなんか慣れが出てくるとかってあるからね ああそっかだから西川さんはこのスタジオに対して、うん、ああやっぱここのスタジオが一番だっていうふうに思ったりするんですかまあ一番というか2番だけど 2> 2んそうですねや8年間の通ってるスタジオですからね<ー>、うん、それってなんだろう例えば小学校って6年通ってるじゃないですかだからそのに同じぐらいの年数ではあるじゃないですかでも小学校今行ってもあんまり <laughs> だ あ落ち着くとは思わないじゃんで,でも成長する時とさ、はいはい、成長が終わったタイミングとやっぱあるんじゃないですかそれは子供のの時とさ、うん、子供のの時はまたちょっと違うってくるでしょかやっぱ大人になってからさ、うん、なんかこうベッドがあなんかもうなんか寝,寝方で全然違うとかさ、うん、なんかまあ布団とかもなんかやっぱりなんかちょっとこのホテルだとちょっとやっぱ疲れなんか寝た気がしねえなみたいな感覚が分かるようになってくるのとね、うん、ちょっと違ってきますわね なぜかその慣れがこうどどのタイミングで切り替わるのか、みたいなところもちょっと考えてみたくなりましたが、今日はやっぱり家が一番というのはなぜでしょうか？について考えてみました。皆さんは何を考えますか？長いで水曜の哲学者たちリスナーフェイのあなたからもささやかな哲学的問いお待ちしています。メールアドレスおいでよ。アットマーク joyoqr.net です。